UEFA チャンピオンズリーグ2013から14は59回目のヨーロッパクラブ王者を決める大会である。UEFA チャンピオンズリーグとしては22回目であり、新しい大会方式では第5回目。決勝戦はポルトガル・リスボンのエスタディオ・ダルスで開催された。 レアルマドリードがアトレティコマドリードを破り、史上最多となる10回目の優勝を果たし、2014UEFA スーパーカップ及びフィファクラブワールドカップ2014への出場権を獲得した。1回戦、2回戦の組み合わせ抽選会は2013年6月24日に、3回戦については、同年7月19日に、プレイオフについては、同年8月9日に、 スイスニオヨンで実施された。第1戦は2013年7月2日に、また、第2戦は同年7月9日に実施された。第1戦は2013年7月16.17日に、また、第2戦は2013年7月23.24日に、実施された。第1戦は2013年7月30.31日に、また、 第2戦は8月6.7日に実施された。第1戦は2013年8月20.21日、第2戦は8月27.28日に実施された。組み合わせ抽選会は2013年8月29日に、モナコのグリマルディフォーラムで行われた。本戦出場の32チームが、4チームずつ8グループに振り分けられ、各グループで、 ホームアウェイ方式の総当たり戦が行われる。各グループ上位2チームは決勝トーナメント1回戦に進出。3位チームは UEFA ヨーロッパリーグの決勝トーナメント1回戦に出場し、そのうちの上位4チームはヨーロッパリーグの各グループ首位の12クラブと共にシードされる。組み合わせ抽選会は2013年12月16日に行われた。 1> 第1戦は2013年2月18.1925.26日。第2戦は3月11.1218.19日に開催される。組み合わせ抽選会は2014年3月21日に行われた。第1戦は2014年4月1.2日。第2戦は4月8.9日に開催される。各試合のホーム。 アウェイを決める抽選会が2014年4月11日に行われた。第一戦は2013年4月22.23日、第二戦は4月29日4月30日に開催された。決勝は2014年5月24日にリスボンのエスタデオ・ダルスで行われた。チーム 1V、チーム2、メトリスト・ディスク・アラ・ァイド・フロム・ UEFA、コンピティションス。 uefa.com 2013年8月21日閲覧パッチ2リプレイスメトリストインプレイフス uefa.com 2013年8月21日閲覧 UCL 決勝の主審にカイペルス氏 uefa.com 2014年5月7日掲載2014年5月25日閲覧ありがとうございます